こんにちは皆さんは町探検や郊外学習でインタビューをしたことがありますかその際に自分で聞きたいことが聞けなかったり思うような答えが返ってこなかったりしたことはありませんかそんな時のために今日は上手にインタビューするためにはどうすればよいか。 一緒に考えていきましょうまずはこのインタビューを見てくださいこれは吉弘さんが成美さんの人柄について知るために成美さんにインタビューをしている様子です読み上げます 今日はなるみさんのことをいろいろ教えてくださいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますなるみさんはスイミングに通っているのですねはいそうです好きな食べ物は何ですかチョコレートケーキですアイドルも好きなのですよねはい大好きです皆さんはこのインタビューを見てどう感じましたかきっと やり取りはできているけれどももっと上手にインタビューをすることができると思ったのではないでしょうかそれではどうすれば上手にインタビューをすることができるのか一緒に考えていきましょうその前に一つインタビューについてお伝えしたいことがありますインタビューには今回の吉弘さんのような聞き手成美さんのような話して そしてここにはないんですけれども二人のやりとりを記録する記録者の三役で成り立っています今日は吉博さんの立場聞き手について考えていきましょう今日は上手にインタビューをするためにはどうすればよいか聞き手編です聞き手にとって大切なことが四つあります一つ目です 目的に合った話題を考え絞るということです今回吉弘さんはなるみさんにインタビューする際に3つの話題を考えましたスイミング食べ物アイドルの3つですたくさん話題を考えるのはいいことなのかもしれませんが1つに絞った方がよりたくさん質問したり深く知ることができるのではじめは1つに絞ってみましょう インタビューに慣れてきたら一つ二つと話題を増やしていくことが大切です今回はスイミングに話題を絞って考えていきたいと思いますまた目的が違えば選ぶ話題も違いますなるみさんについて個人的に知りたいなと思ったら一番興味のあることを話題にあげましょう なるみさんと仲良くなりたいなと思ったら自分と共通のことを話題に挙げるといいでしょうそれでは2つ目です目的や話題に合った質問を考えておきましょう吉弘さんは今回スイミングに話題を絞ったことになっていますその際に 話題に合った質問としてできる泳ぎそれから目的に合った質問成美さんの人柄を知るための質問として楽しいことスイミングで楽しいことや泳いでる時の気持ちなんていうことを、えー、質問として考えていけたらいいと思います。これだけでもいいのですけれども質問はたくさんある方がいいです。その時に もう出ている質問と関係のある質問をどんどん増やしていくことが大切です例えば今回泳いでいる時の気持ちに関係して泳ぎきった後の気持ちについても質問してみたいというように質問を増やしていきます関係のあることをで質問を増やしていきましょうまた聞く順番を考えることも大切です 今回はできる泳ぎについて一番に聞こう。二番は楽しいこと。三番は泳いでいる時の気持ち。というように順番を考えておくことで、より知りたいことから落ち着いてインタビューを進めることができます。それでは一つ目と二つ目のポイントを生かしてインタビューを少し変えていきましょう。 今回は話題をスイミングに絞ったのですぐに目的や話題に合った質問をしますどんな泳ぎができるのですかに対してナルミさんがクロールと平泳ぎができますというふうに答えていますこのように質問をすることでナルミさんは自分のことについて話すことができますそうすることでヨシヒロさんもナルミさんの情報を知ることができて自分のインタビューの目的にも達成することができます さらに2番目楽しいことをインタビューとして聞いていきたいんですけれどもここで大切なこと3つ目です。聞きたいことに対する相手の答えを考えておきましょう。 2個目に聞きたかったのは楽しいことなので吉弘さんはスイミングで楽しいことは何ですすかとといいう,うに聞いたとしますここで吉弘さんがこの質問に対する答えを考えていたとしたらどうなるでしょうか例えば友達と練習することが楽しいんじゃないかなそれからコーチに褒められることが楽しいんじゃないかなというふうに考えておいたとします。そうすることとで新ししい質問として では友達とどんな練習をしているのかなということを新しく質問したりとかコーチに最近褒められたことは何ですかというふうに新しい質問をどんどんん考えることができますそういうふうに質問を考えておくと成美さんがちょうど考えていたようにすみれさんと協力して練習することや西山コーチに褒められることですというふうに答えてくれました。 そうすると先ほど考えていた質問をすぐすることができます。スミレさん、どんな練習をしているん失礼しました。スミレさんとどんな練習をしているのですか。また西山コーチに最近褒められたことは何ですかというふうにすぐに質問することができるのでインタビューもよりスムーズです。この時に気をつけてほしいのは。 目的や話題に合った質問を考えるということを忘れないようにすることですここで新しく質問を考えるときも二のポイントも大切にしてくださいそれでは最後のポイントです四つ目は新しく聞きたいことを考えタイミングよく聞くということです 今まで考えていなかったここにはなかった質問を吉弘さんがしたいと思ったとします。例えばどの泳ぎが得意ですか。これをインタビュー中に吉弘さんがしたいと思ったとき、皆さんが吉弘さんだったらどこにこの質問を入れますか。少しちょっと入れてみます。 ここに入れたらどううでしょうか先ほど、えー、答えを予想してせっかく質問を考えていたのにここで「どの泳ぎが得意ですか?」という質問をしてしまっては話の流れが途切れてしまってもったいないなですよねここに入れるのはちょっと、えー、無理そうです。 ここに入れるのはどうでしょうか義弘さんは直前でスイミングの泳ぎについて質問をしています新しく考えた質問も泳ぎの質問ですよねこのように関係するところで質問をすることでよりスムーズに話の流れを切らずに質問をすることができますそうすると泳ぎについてなので なるみさんはクロールと平泳ぎができたので特にクロールが得意ですなんていうふうに答えることができますそれでは大切なポイント4つを生かしたインタビューをおさらいしていきましょう読み上げます今日はなるみさんのことをいろいろ教えてくださいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますなるみさんはスイミングに通っているのですねどんな泳ぎができるのですか 私はクロールと平泳ぎができますどの泳ぎが得意ですか特にクロールが得意で100メートル以上泳ぐことができますすごいですねスイミングで大切なことは何ですか友達のスミレさんと協力して練習することや西山コーチに褒められることです楽しいことがたくさんあっていいですねスミレさんとどんな練習をしているのですかまた。 西山コーチに最近褒められたことは何ですかまだまだインタビューが続いていきそうです皆さんは最初に出たインタビューと最後に出たインタビュー比べてどう思いましたかきっといろいろなことに気をつけた方が上手にインタビューをすることができると感じたのではないでしょうかそれではまとめていきます大切なことの一つ目 目的に合った話題を考え絞るということです吉弘さんは最初話題を三つ考えていましたが一つに絞っていきましたそうすることでたくさん質問を考えたり新しい質問を思い浮かんだりしてインタビューがとてもしやすかったと思います二つ目です目的や話題に合った質問を考えておきましょう 話題はスイミングなのでできる泳ぎ話題に合った質問や成美さんの人柄に,しについて知ることが目的なので泳いでる時の気持ちや成美さんがスイミングで楽しいことなんていうことを目的に合った質問として考えていきました質問を増やしていく際に泳いでる時の気持ちと関係した泳ぎきった後の気持ちなんていうことも質問として挙げました関係したことを 質問として増やしていくことも大切です三つ目は聞きたいことに対する相手の答えを考えておくことです吉弘さんは楽しいことは何ですかというふうに聞きたいと思ったときに事前に友達と練習することかなコーチに褒められることかなというふうに予想していました予想することで事前に質問を考えておくこともできました 成美さんはすみれさんと協力して練習することです西山コーチに褒められることですというふうに、えー、考えていた質問をしてくれたのですぐに質問を返すことができました最後4つ目です新しく聞きたいことを考えタイミングよく聞きましょうどの泳ぎが得意ですかというふうにインタビュー中に、えー、聞きたくなりましたその時に話の流れを切らないように同じ泳ぎ である関係するところで質問をすることでよりスムーーズにインタビューをすることができました皆さんもこのようなポイントに気をつけてインタビューを上手にすることができるようになってほしいと思います。今回は先ほども言いましたが聞き手編です先ほど出た成美さんのような話し手 それからここにはないですけれども2人の役割を記録する記録者についても上手なインタビューを考え上手にインタビューをすることができるようになってほしいと思います。